皆さん、こんにちは。高知県プレイズリポーター、奥村滝アソシエーションの中川房です。今日はハワイに高知城を建てた男、奥村滝恵展についてレポートさせていただきます。奥村滝恵はハワイに渡って伝道を続けるという人です。で、伝道だけでなく、学校、教育問題だとか、日本人病院を建てるという医療の関係のことだとか、あるいは日本とハワイ、あるいはアメリカを関して、排日運動、日本人に対する排日運動が起こったときに、その日本とハワイ、アメリカ、そういうところをなんとか良い関係にしたいと思って活動をした人でもあります。で、それで1906年に最初の教会堂を作り、それも400人ぐらい入る教会堂だったんですが、その教会、基地教会の25周年事業の時に何かしようと教会に話した結果、新しい教会堂を建てようということになります。それで奥村牧師が思いついたのが高知城の教会堂でした。で、反対が起こります。アメリカの伝道者たち、キリスト教関係者から、城というのは戦の象徴ではないかというふうに反対を受けるんですが、彼はそういう聖句をあちこちから出してきて、そして、これは城というのは人を守るところだというふうにして説明したものですから、その堂々とした説明こそ日本の良いものを残してアメリカに同化をしていく彼の動きと重なって、でそこが評価されて、もうすぐに賛同を得るということになります。つなぐことで、やはり高知のお城がハワイにあるということで、多くの県民の方がすごく親しく感じて、地域協会がその宗教関係なく行ってみたいところであるというふうな希望を持っておられる方がだんだん増えてきて、実際に行かれている方もいるということになっています。そして今回この展示に至るにあたって開催するにあたって、たくさんのノンクリスチャンの方も応援してくださいました。でそれによって日本では敷居が高い、教会というところが、基地教会を通して、そういうキリスト教に触れる人たちが増えてきているということです。はい、今回の展示は高知市立自由民権記念館と、有志で、組織する実行委員会の共催ということになっています。それでクリスチャンの働きということではない、一般の方々にたくさんこの奥村牧師の業績を知っていただこうという目的でしておりますが、3000人も入ればもう本当に上出来だというふうに言っていただいているんですけど、今は3000人を突破して、3200から300人も行っていまして、もうちょっと頑張ろうと思っています。そして、来場された方はですね、今まで奥村牧師という方を知らなかった、そしてホノルルに高知城があるなんて知らなかったと言われる方が多いです。こんなことをなさった方がいらしたのかということです。この展示、皆さんの支援で開催することができました。そしてまたこの奥村牧師について、語る場があれば、またお声をかけいただければ参りますので、どうか皆さんよろしくお願いいたします。以上、高知県から奥村滝アソシエーションの中川房がレポートしました。